リベンジの時。よっしゃー。なんかブスじゃね俺ら、うん、お互いリベンジだねこれは。そうだね。俺夜初めてだから。うん、いや夜え生きてるってぐらい寝てる魚が。マジで。うん、ただ一発で刺さないとすぐ起きて逃げちゃう。ああまあそうだよね。それだけ頑張ってください、うん、オッケー。一撃必殺だ。そう、ここまで来てこのフィッシャーズ結束力がまた無人島で高まったので。いや高まったね。うん、ここでしょっぱい結果には終わらせられない。確かに。ここで決めてあいつらに飯を食わす。おっしゃー、行くぞ。集中。よくついてきたね。変な格好になっちゃった。リサイルトップフィッシャーズの軍団作るぞ。行ってこるぞ。行ってこい。おらー、初めての夜の海。大漁。動画としての構成や盛り上がりもちゃんと考えて自分たちで海へ。あとはちゃんと撮れるのか。シルクさんは撮れるだろうから、神様どうかウンダホさんに最後に大物を一匹と願ってしまった。潜り始めると早速シルクの前にニョロニョロと泳ぐあいつの姿が。ちょっと、昼間は逃した獲物、今回も岩の下に身を隠していますが、気合を入れていざ。盛り付き経験者のシルク、さすがの潜りで近づき、ズバッと森命中。しかし身をよじらせ外れてしまったようですが、ナイス反射神経。ああ当たったぞー。撃つぞー。撃つも取った。早速一匹。これ調子いいぞ。あ、目の前に急にウツボがフッて出てきたんで今だと思って刺したらクリヒットしました。行こう。陸チーム元木は魚の下処理を開始。よいしょ。カワハギはなんか確か皮が硬すぎるんだよな。刃先刺してんのにもう全く効いてないのやばくない？一体何想定で進化してきたんだよ相手。よいしょ。手つきから魚をさばくのは慣れていないと思うのだが、時間をかけ根気強くかなり丁寧に魚の皮を取りさばいている。みんなが美味しく食べられるのは元木さんのこの地味な作業のおかげなのだ。うらえいらうんしゃ取れました。中の身がなくなったって誰も気づかないよ君。ちょっと痩せたねえ。イメチェンした。お前はルアーじゃないの？釣り具屋さんにこういうの、見たことあるな。よしよし。あ、お前鱗剥いだら全然中白いじゃんか。パリピっぽい見た目だけどピュアな一面があるのね。わかるわかる、ギャップ萌えってやつでしょ。いやちょっとうっすら魚さばくかなって思って無人島には来たものの、いやこんな難しい魚相手にすると思わなかったな。これもう骨なくなっちゃったんで。よし、解体完了。同時刻、マサイとザカオはドラム缶風呂を準備中。いや結構なお湯の量必要よこれ。やばいねこれ。水どんぐらい使うんだろうね。一杯ずつ川の水を鍋ですくい、200メートルほど歩いて運搬。あーやばい、マジでやばいぞこれ。
よっ、ごめん、マジでここ来るまで水結構あったんだけど、ああ持ってき体力なさすぎてこぼしまくってる今。いや、しょうがないよな。すまん。まあ、とりあえずやってみよう。ここ置いて。本当にねえな、本当にねえな。笠井が今思ってる以上に今体力ない俺。じゃあ休んでろ。よし、ひとまずこんなもん。これすげえな、この服か。鍋で沸かしたお湯をドラム缶へ移しますが、どんな感じだろう。これだけで、まあそんなもんだよな。途方に暮れるなこれ。坂は死んでる。おい、待って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 、水これ続いてね、こっちに。なんで気づかなかったのこれ今まで。どうだ、どんぐらい溜まってる今。思って、うん、やばいじゃん。どうせ温めるんで、混ぜれば温くなるんで、これ全部ぶち込もう。水汲んで火整えて沸かしたら中ぶち込んで、それの繰り返し。しかも火は消えるし、風呂場って贅沢なんだな多分。こっからはさ、沸騰されてる水を入れてく。うん、じゃないとこれ無理だよ。そうだよね。魚の下処理を終えた元木も合流して手伝います。おいじゃない、入れ入れ入れ。ごめんよ元木、調理してもらってこっちに来てもらって。全然、本当ありがとう、マジ助かる。平板が欲しいもん。ちょっと燃料持ってくるね。大丈夫大丈夫大丈夫。頼もすぎねえかあいつ。あいつやべえな。よいしょ、じゃこれ持ってきましょう。よし、燃料 OK。 見直すかな。マジこっち目標いなかったら死んでたわ。マサイ君ここで電池切れ。そんな姿も面白い。それにしても元木さんは強いな。それにしっかりしている。ひたすらお湯をためることなんと3時間。おい、はい、ナイス。湯もみをしますか。ちょ、温度が均一になるよ。攪拌っていうのはね、丸く混ぜんじゃないんだ。これ前後に動かして対流で混ぜるんだよ。よっしゃ、湯加減確かめようぜ。おう、なんか入るにはあっちいな。入るにはあっちいけどまあいいんじゃない。じゃあドラム缶風呂完成。いや元木ありがとう、マジで急遽こっち助けてもらって。マサイも疲れ。いやいや。
聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。